なんかね、生活保護でも1億円みたいなタイトルありますけどもねなんか私の場合はその生活保護費すらもらえてないという毎月毎月100万の赤字を垂れ流して朝から晩までその赤字のために働くというね働いて赤字で働かなくても赤字何なんだというところからねネットビジネスに切り替えたらまあ少ない労力でたくさん儲かるみたいなね少ない労力っていうのはマージャン店をやるよりは少ない労力ってことなんですけどもね だからやっぱりこう自分がねどの道を歩くとより理想的なゴールにたどり着けるのかってことは選ばないけんでしょうねみんながみんな同じ道で理想的な生活にたどり着くってことはやっぱないんでうんやっぱりその辺でしょうね、うん、でこんなね YouTube をね毎日やっててじゃあ毎月100万稼ごうかなんてほとんどの人はやっぱり現実味ないと思うでしょうね 現実味はないですよ実際現実に起きてないんだからでも誰かがやってるっていうことですからまあ自分もできる可能性はあるかなとねサラリーマンで月収100万もありえますけどもまあでもね別に月収100万なんて別にどの道もありますよね考えてみたらねだからそこに行くまでに誰が逃げたんだって話ですよ値を上げたのは誰だって話ですよ 自分の人生を掴むむ時に値を上げるわけですから自分の人生を掴めないですよね。うん、頑張らないとね。いってらっしゃい。